はい、三橋 TV をご覧の皆さん、こんにちは、三橋貴之です。え、今回はですね、NHK の NHK 当の当主、立花<ゥ>隆さんをお招きしてお話を伺います。はい、ご参加します。よろしくお願いします。はい。あの、多分この三橋 TV をご覧になっている方で NHK 党をご存知ない方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、<laughs> どまあ改めてちょっとご紹介いただけますか。はい。えー、まあ最近 NHK 党という当面に。 あのシンプルにしましたけどもともと NHK から国民を守る党で3年前に参議院選挙で国政政党に押し上げていただいてまあ主に NHK の受信料を払わない人を守りするという活動をしてきたんですがまあなかなかそれだけではあの国政政党として維持することが厳しいというようなこともあってまあ知らない間にいろいろと保守系の人たちが集まってきてえかつですねいわゆるまああの三橋さんがおっしゃるようなどんどん国債を借りてですね 積極財政積極財政という人たちが集まってきて減税というところで僕があまり意識してない間にそういう人が集まって今は完全に極右と言ってもいいぐらいの積極財政のなるほど橘さん昔から NHK 問題もともとねご在籍してらっしゃったところで取り上げてらっしゃいますけどもちょっと最初から本質的な話をしたいんですけどこれ NHK どうするべきなんですかあのね もうこう潰すしかないかなっていうか僕は NHK や NHK 自らかもしくは政治の力で変わるんじゃないかなと思ってこの3年間期待したんですが一切 NHK のスクランブルとかいう議題をすることもなく無視し続けてきてるのでであればこの権力者であるテレビ局の NHK や政治家が変えるつもりがないんだったらもう大衆の力で払うのやめてしまおうと、うん。 要は法制度上は契約までが義務支払いは義務じゃないから、はい、国民が本当に NHK 必要ないとなれば支払わなくていいっていう立てつけなのでもう受信料払うのをやめて潰しにかかりますすいう感じですねあの BBC がもう受信料を取らなくなって、はいね、あれで税金というかあの国,国費でやってるんですよね多分。 だから私も NHK って教育とか福祉とか儲うからないとかまあ分かりますよそれは NHK なのわ分かるし、うん、あと災害対策とかは分かるけど、はい、そこだけ残してほか国営化しちゃえばいいんじゃないのそうですまあそこを国営化して逆に他のところは、うんはい、あ民営化すればいいと思うますだってドラマとか作ってるけど完全になな民業圧迫ですよね。うん、そうです,そうです <laughs> ひどい 放送ができた頃っていうかテレビ局が始まった頃は、うん、ドラマとか映画とか娯楽っていうのがなかったので、はいうん、総合編成ってことなんですけど、はい、もう今ねもう伝えに行ってビデオを借りる時代も終わってネットフリックスの時代なので、はい、まあまりにもまさに既得権威化してるので、うん、そういう意味ではおっしゃったように教育福祉、ね、そういう報道、ねはい、そういったものは。 国営まあ公共放送なのか国営かでいいと思うんですよ。うんうん、で一番お金かかるのはやっぱりそっちのエンタメなんですよ。<ー>ドラマ、はい、歌謡番組、スポーツすごい豪華にありますもんね。はい、これは。 NHK の多分その放送の支出の多分70%ぐらいそっちそんなに取ってるんですかいや取るっていうか <laughs>、えー、だって教育番組福祉番組なんて、うん、NHK の予算の多分 2%3% でできますあ<ー>お金かからないですよ。でまあ災害報道は一応そこそこかかりますがま、ねうん、でも大体もうあの大河ドラマなんてもう1時間やっぱり2億とか普通にかかるんで、うん、ああいうものとか。 あのいわゆる大リーグ中継とかね、はい、もう競争して買ってくるんで別に NHK がなんて民放がやるんでそういったものをちゃんと民営化していけばまあイギリス BBC やもうフランスも買、はい、えるっていうことを言うと、うん、政権がよる選挙でで勝てるわけですよねうもう受信料制度を廃止しますって言えば、はい、勝てることが分かっているので、まあ、あとは自民党さんがいつそこを 舵を切るかですよね。あの前から疑問なんですけど、そのそれこそまあまあ教育、福祉、災害体制がもうわかりますけど、それ以外って完全に民営圧迫じゃないですか。はい、民放ってなんで文句言わないですかね。えーっとね NHK から結構お金もらってるんですよ。いやそうなんですか。もらってる。もらってるん,で <laughs> もてんだ。要はだからスカイツリーを作る時の費用とか、はい、もちろん山の中継所もそうなんですけど、うん、あと一番大きいのがワールドカップサッカーの放送権料とオリンピックの放送権料は実は 80%NHK が払っていて。うん あのー、やっぱり NHK がいろんなものを出してくれてるわけですよ。はい、だからそのハイビジョンの開発今だったら 4K8K とか、うん、いわゆる普通テレビの開発研究費ってソニーとかパナソニックが出すべきじゃないですか。ね、NHK が出してるららにぶら下がってる民放たちは 基本 NHK で逆らうしかもあ結構メーカーもぶら下がってるんだ、ね、も,もうめちゃくちゃマク誰にも行きますし<ー> NHK が開発してくれるから開発費が安いわけですカラーテレビの時代からハイビジョン今 4K8K っていうのを全部 NHK の技研キムタにある技研でやっちゃうから、はい、メーカーとしたらテレビに関しては開発研究費いらないんですよ あのね国費を入れてそういう研究開発するのは否定しないんですけど、はい、その NHK 外のおかしいですよねす。だからあれあれ国費ゼロですから、ね？ゼロですもん、ね、全部受信料でやってますからね。はい、はい。でねもう一つお聞きしたかったのがその民放も含めて NHK もかな？そのいわゆるねあのそのオークション制で電波を、はい、そのまあ自由にするべきだっていう話ありますけど、ね、この辺どうなんですか？いやいやだからもうまさに既得権益がそれ決まっててそれを話そうっていうことはもちろんしていないので。うんうん もう,もうまさにテレビをね一回ぶっ壊しにいかないとだから国民がやっぱりテレビを見ないっていうことをやっ,ぱやっていかないと、うん、もうこれ電波オークション入れるなんて話は全くそんなのえっていうレベルでもう一つねその上で電波オークション入れるとなった時に。 そのまあ結局お金がある人が電波をその取るってことになっちゃうじゃないですかはい、はい、その際に例えば,例えば外資がね入ってきたりとか、はい、実は中国資本が向こう側にいるとか、はい、そういうケースとかあるじゃないですか、はいうん、その辺ってどうなるんですいやいやだからもう今テレビ局に外資が入るのは一応外資規制20%ントあるじゃないですか、ねはい、でそこは名目上は守られてるんですけど、うん、CM 自体は何もないんです,よないですね実際中国の資本が入った企業の CM バンバンやるってなるっていうのがあるので、うんうん、もうね 国日本国民が中国はお金で日本を支配してきてるっていうことにまず気づかなきゃいけない、はい、でそれを気づいてあとは政治そういった政治家を選んでとにかく中国の侵略を止めなきゃいけないんで、うん、それはテレビ局だけじゃなくて日本の土地を中国人が買えるとかっていうのもやっぱり止めていかなきゃいけないっていうそれをあとはネットでも言うしかないですよ。 その辺の辺外資規制だから結構な電波オークションと言われると、まあ、確かに今の既存の放送メディアの既得権益は壊れるけどその後大丈夫かなってちょっとまあだからねただ僕はもうテレビの力っていうのは相当衰退はしてなくならないと思いますけど、うん、衰退するでしょう、はい、で多くの人がやっぱり YouTube なりネットを見て選挙に行くようになるのも変わってくると。はい、だから もう今はもう本当に中国が侵略してきてるよっていうのをしっかりと発信していくこと、うんはい、で自国でしっかりと防衛をしていくこと、うん、まあスパイ防止法も含めて自国で武器を作っていくことそういったことをゆっくりゆっくり我々は言っていってやっていこうと思ってますそういう意味でね NHK 党さんにやってほしいのがその今 YouTube っ言葉出ましたけど、はい、結局プラットフォームにいられてたらはい。はい 言論統制されちゃゃうじゃないですか。だかられ日本オリジナルなねあ<ー>そういうプラットフォームっていうのをやってほしい,ういもうそういう意味では FC2 の高橋さんがうちに候補してますか、はい、もうあのまさに日本の YouTube ですよね、うん、まあ FC2 の高橋さんはもちろん日本人です、はい、ただ今アメリカにいて捕まるから日本に戻ってくるとでも FC2 っいうのは実質アメリカにプラットフォームっていうかアメリカの企業ですけど、うん やってるののは日本人なので、はい、僕はそういう意味では FC2 の,の将来的なものもしアメリカによって何らかの YouTube がね、はい、日本に対しての介入があれば、うん、FC2 を使えばいいと思ってますけどあの実際結構あのウイルスとかワクチン系ありましたよねいやですまあそれはだからもうそういうのも含めて日本独自で、うん。 武器を作り、はい、日本独自で情報発信のプラットフォームを作っていくっていうのは、うん、まあ当然だと思います。はい、それが特にまた経済も回るので、そうですね。はい、国費を入れてもう国営でやってもいいぐらいじゃないですか、ね。もちろんそうですよ。だから国営のプラットフォーム。はい、だから選挙の時に政見放送じゃあ一人五分とかじゃなくて、うん、もう国のプラットフォームを作って、はい、そこでまあ喋りたいだけ喋ればいいというような形で。 もっとその放送じゃなくて通信というかネットからあのなるほど、ね、政府も情報の発信をしていくっていう、うん、もちろん国の日本国のプラットフォームっていうのは当然必要だと思います。そういう意味でねすごくびっくりしたのが、はい、先日テレビ朝日でしたっけ立花、はい、さんが出られてる時に発言の途中止められたじゃないですか。はい、いや政治家の発言止めるってめちゃめちゃやばい話なんですけど<や>もう平気でできるんだびっくりした。これは本当に国民。 の権利をですねであれをいとも簡単にというか、うん、何の疑問も持たず、うん、テレビ朝日の社員さんんがが共有していることが怖かったんです、はいうん、僕本当にあの発言が立花さんのツイッターを見て手紙をいわゆる電子メールが来たんですね。はい、でも電話ではそのツイッターって言ってるんですけど手紙にはそのツイッターって書いてないんですよ。うん テーマに沿った発言をしてくださいとで電話をしたら「じゃあ僕はテーマに沿った発言をするので原稿を見てください」と交渉したんです、はい、そしたら「分かりました」と「ちょっと検討します」って10分後に電話かかってきて「はい、いや政治家の発言をこちらがいいとか悪いっていうのはおかしくなるのでそれはできません」と。 いやだったらこの手紙は何なんですか, <laughs> 確かに、ね、恐怖を感じるこの人たちは自分たちが言っていることを一番やっちゃいけないメディアのその言論に対する統制っていうのは自殺行為なんですよ、うん、メディアのね、はい、特に選挙前の政党の代表が国民に対して発する言葉を一テレビ局の社員ごときが「ただいまの発言は認められません」なんですよ。 ダメでですすじゃないですよ認められない認めるのはテレビ朝日なんだっていうことに多くの国民が驚いた、うん、あ,のあの話のポイントで多分テレビ朝日の人たちって自分たちが何をやっているかが分かってないそですれが一番怖いあれがまさに洗脳されてるんですよ、うん、だから中国企業がスポンサーになるから中国人の考え方がテレビ局のスタッフにもう洗脳されていて、うん、長いものにはまかれる。 問題を起こすようなその物議を醸し出すようなことはしないいわゆるこの器の中での議論はしてほしいけども、うん、この器からはみ出た本質的な議論をされるのは困る出世ができない、うん、っていうようなこう無意識にああいう発言まあもともと根底に洗脳されてるから、うん、ただいまの発言は今の発言は認められないって上から目線で来るっていう。でも それを制限しするのは僕の発言を制限してるけども、実は国民の知る権利を妨害していることを彼らは気づいてない、うん。気づいてないのが一番怖いですよね。なんだろう、こ例えば平時の討論会で特定のテーマで語りますというのはわかるんだけど、<う>今選挙前じゃない。ですね。す非常にやばいですよこれ。いや、しかも僕は冒頭ね、テレビは核兵器に勝る武器である。はい、テレビは国民を洗脳する装置である。テレビは国民に真実を伝えないという非常に抽象的な。 3項目を出して、うん、じゃあ具体的にこのように手紙が来ています具体的にこれが言論統制でまさにこれがテレビが真実を隠してあの国民あのいわゆる核兵器に勝る武器であるっていうことを具体例を示しに行ったら、はい、その発言は認められないってこうきたので、うん、いやこの人たちも全く無自覚にあってるのが怖い。 はい、そこに恐怖を感じただからあとは見てらっしゃる国民の皆さんがただ行儀の悪い政治家と見るのか本当に国防のことを考えている政治家と見るのかっていうところ。 はい、その選挙の時にあの、まあ、バイデン大統領との戦いの時かなあのツイッターとかでそのアカウント消されるとかやってあれやばいっすよね、うん、そうですよだからうちも昨日ガーシーが消されちゃいました、はい、うちの候補者 <laughs> やっちゃいけないですよそれとそうです、ね、そういう民主主義の根本から狂っててしかもそれを悪いと思わない人たちが平気でやってるのが怖いんです、うん、な何か意図があるんじゃないんですよですいやそうなんですよ 当たり障りがないから、それが正しいというに思っている人たちが一番怖いんですよ、ね。怖いですよね、うん。だから、はあ、立花さん、何言ってるんですかと。衆議院の時はちゃんとやってくれたじゃないですかと。なんか、あの、<laughs> 反論があるんだって、反論するならわかるんですよ。そうですね。でも、止めるっていうのはちょっとびっくりした。そうです。だから、あ、変な人と思って、選挙で、え、そ N. H. K. を入れなきゃいいわけで。<laughs> うん、その変な人の姿を見せるのも、テレビ局なのに。 変かどうかをテレビ局は勝手に判断して止めるっていうのはまさに気づいだから今回あれからすごいですよ支持がですかはいもちろん注目度も街中歩いてたの声のかかり方とか、うん、もう当然電話のあの受け答えもそうですし、はい、その後の僕の出るニュースがその後の党首討論とかがやっぱりすごい注目されるよ、うん、だからまあそういう意味ではありがたかったあっ,っちゃいけないことだと思うそうですただ 世の中の人は、うん、あやっぱり橘はちゃんとしたことを言う人だといわゆるこれまで僕はふざけてきたのはちゃんと僕を見てほしいからふざけてきたんですよね、はい、でも見,た見てもらった時に多くの人が見直したというか誤解してたとそれはまさに僕の長期的な政治家なんて長期的に戦略を組まなきゃいけないんで,そ,で、ねはい、それこそ三原さんにね本書いていただいた時にあれも10年ぐらい前だと思うんですよですね、はい、疑惑の大メディアですかね。はい あの時なんか僕そう真面目なことしかやってなかったそうでしたすごく真面目だから真面目ですいやだから意図的に変えたんです,意んですね、うん、意図的にこのまま真面目なことをしてても、うん、誰も注目されなければ意味がないから、うん、これはふざけてやろうと、うん、だから注目されてこいつ変なやつだと思われると中身見てくるじゃないですかなるほど中身見た時にあ、立花って実はちゃんと考えてるぞという戦略を使わざるを得なかった なるほどね。うん、だから、今はもうそんなふざけることがないので。そういう意味でですよ。あの前回の参議院選挙で、まあ、あの立花さんたちが全国比例で出され、出られて。はい、で、各選挙区に全員候補者たてたじゃないですか。はい、まあ、三十七名でした、ね。あれは、あれは画期的でしたよ、ね。画期的ですよね、はい。みんな真似してますよね。これ。今回は真似してるんで、これがだから、二番選手なので、さあ、どうなるか。まあ、ですよね。まあ,ねはい、あの、われわれは、あの、もうすでに、二パー取ってるので、うん、今回二パー取れなくても。 国政政党のままで入れれるんですけど今回参加されてあれで2%いかないと結構厳しいっていうかすんごいお金ですから1年も返ってこなくなるんで。うん ただねその日本の今の選挙制度ってすごいこう新規参入に対する消費が高いじゃないですかですめちゃめちゃ高いじゃないですかですこれはもうテレビ局と一緒ですよだからあの橘さんがおやりになった全国で100万以上取れればいいと一人受かるからね、はい、それで各選挙区に出すっていうのはすごく画期的だなと、はい、で多分皆さん、まあ、受かんないと思ったんだけど NHK 党の、ね、ことを知らしめてそれで全体の数を100万人持っていくっていうのはすげえなと思った、うん、そうですだからや最初にやる人ってやっぱりすごい,なの思い,ついたんですかすごいと思うあれは いやもうずっとどうやって NHK の被害者を救済しようかっていうそこを一つしか考えてないんですよね。うんはい、で当然僕は山本太郎さんの動きはずっと見てたんですよ。うん、彼は東京選挙区で最初参議院になりましたよね,で,ね、はい、でも参議院議員になるなんて大したことないっていよく分かったんですよ、うんで。でも国政政党の党首っていうのはもうまさに党首討論も出るし、はい、すごい力ないですんですよ。うん、で 山本太郎さんもそれに気づいたから抜けてやれだったんですよね。はい、で同じようなタイムで国政政党を作ろうとしたことは間違いないと。うん、で彼の場合はただの人気で力技であの比例に急人まあご本人のね。はい。でで、ね、僕はもちろんこれを見ててあの幸福実現党さんが実は前途立ててるんですよね。うん、はい。あそうなんだ。その6年前は。うん、はい。であれで実はね1.7パー取ってるんです。 あそうなんですか、はい、国政政党ギリギリじゃないですか,ですかあの地方の方でね全国比例は0.6%ぐらいしかいないんですけど,ど、ねはい、要は全国に立てたことによって、うん、実はね70万票ぐらい取ってて 1.、うん、え1点いやもうちょっとだな多分ね1.7%ぐらい取ってたんですよね。はい、でその当時3年前は我々幸福実現党さんと結構地方選挙で重なるわけですよ。 まあいろろんななところで重なる大体いいうちが2倍から3倍取ってたんですよ、うん、地方選でね。はい、だから幸福実現党倒が1.7っていうことはうちはやっぱ普通に考えたら3%ぐらいは3.5ぐらいは取れるだろうと。うん、ということでもうこれは一気にもう行くしかないと。はい、だからお金貸して立候補する人誰でもいいから30歳以上っていうので集めて買っていったと。うん、ということで今まさに参議院選挙の真っ最中なんですけど。はい あの NHK 党のその公約とか見ますと、はい、まあ規制緩和であったり、はい、あるいはそれあるいは逆にその公の立場を強化するっていうのが、はい、まあ全く、はいまあ、はい、るじゃないですか。ありますね。はい。はい、例えば NHK について、まあ解体してしまって、はい、福祉と教育と災害対策は全部国営化っていうのはこれある意味規制強化じゃないですか。はいはい。まあ、まあ、強化でもまあ国民の資質は減るので。 だからそういう意味では僕は規制強化でははそこはないいと思ってます国民の支出が減るっていう意味では、はい、あるいは防衛力を強化するであったり、はい、パンデミック対策を強化するってなると、はい、やっぱりこう政府の公の力ってい,のを強めていくしかない面ありまうのを防衛に関しては仕方ないと思いますね,すねただ防衛に関しては本当にこれアメリカから武器を買ってきても意味がないのでやっぱりあのとにかく日本の CO 産業をもう一度ちゃんと作らなきゃいけないですよね。はいうん で日本の製造産業っていうのは自動車エンジンですよね。今そうですねで。これがいわゆる電気によってモーターによって完全にアメリカに持っていかれたわけです。うん、アメリカ以外のマクニに、はい、で一生懸命水素ってやろうとしたんですけどこれダメでじゃあ自動車に関してはやっぱもう日本無理なんですよ。うん、ただエンジンという意味ではロケットなんです、ね。なるほどね。でこれを今ホリエモンがまあうちとすごく仲良くしているホリエモンが宇宙開発をやっていると。 宇宙旅行に行くっていうよりも今堀モンが思っているのは実際これぐらいのロケットを世界中に打ち上げようとプライベート衛星を持とうと、うん、だからスマホと衛星がつながっている、はい、サーバーとしても使えるし空からの,あのカメラとしても使えるしいろいろな形でプライベート、まあ、ロケットを持とうと、うん、だこれはおそらく日本が誇れる世界に誇れる産業になると。 もちろんミサイルの開発武器の開発も、はい、これもちろんロケットの技術が必要なので日本のやっぱりお得意のエンジンを使って世界に誇れる、うん、まあ軍事、まあ、いわゆる武器の開発ロケットの開発っていうのをやっていこうっていう、はい、そこまでいくとさすがにこう民間だけの力だと無理でこ産業政策としてやらななくちちゃいけないけもちろんそうです,そうですだから国費をそういうロケットの開発にしっかりと補助金、うん、助成金を出していくっていう制度を作って。 日本の主要産業というに位置づけないとダメですから、うんうん、だからアメリカの電気自動車が入ってくるのもあれ電気自動車って夜中に充電しないと意味ないんです,そうですね。で夜中に充電するということは原子力でエ,エネルギー電気を使わなきゃいけないです今太陽照りませんからね、うん、夜にね <laughs> 原子力というのは24時間ずっと安定して、はいうん 電気を作りますで昼間はまさに工場を動かしたりとかするので電気がいると、うん、でも深夜は電気がいらない、はい、だからでも作られてしまうわけですよ電気はねだから深夜に充電をする、うん、車の充電をしてで昼間は充電をせずにっていうそのまあなんていうのかな組み合わせでしょねそうですとにかく原発をしっかり動かしてで、はいね、電気自動車ってやらないと意味がないわけです。うん、でそこにちゃんとエンジンジを使っったロケットっていうのも開発、はい 押していって、世界中にそれを売っていく。まあ、そう,う原,、うん、原発も売っていくべきだと思いますけど、ね。そういう意味ではね、あの今もう目の前の課題として、そのエネルギー供給不足になっちゃって。<laughs> 今日もめちゃめちゃ暑いんですけども、節電しろと言われて、<笑><笑><笑>よくそんな格好できますね。だって、我 <laughs> <laughs> <laughs>、まあ、めっちゃ辛いんですけど、<laughs> 我々 <laughs>、まあいや。僕もだから、外出るときはもうさすがに T シャツですね。<laughs> これはもう目の前の電気代プラス、その電力の供給能力不足に対して。<laughs> その政府に対して、どのように声を。いや、もう、こうされます。もに関してはも直ちに。 安全が確認された原発動かせですよ、ね、でも冬までは間に合いますけど今年の夏はちょっと無理ですいやだからもうそこに関しては、うん、もう何と言われるとももちろんあのダムの水をもう一回汲み上げて夜中のうちに汲み上げて昼間に落とすとか、はい、非,非効率なことを、うん、あの今はやらざるを得ないんでしょうけども、はい、もう直ちにこの原発はそこまで危険じゃないと。 確かに亡くなった方はいらっしゃるかもしれないけども飛行機の事故交通事故も含めて便利なものを追求すればそれはある程度の被害っていうのは当然なので、うん、だからそこはねもう僕ねこ,これを声を大にして言いたいけどもこの夏クーラー使う人は原発 あの原発反対すする人がクーラーラ使うなぐらいの気持ちですねあれ実は福島第一原発の事故で直接的に亡くなった方は人もいない,いな,いで,す、ね、いないですよねもちろんその間接的に亡くなられた方はいるんですけども、はい、ただそのあまりにもその原発アレルギーが当初すごくって私めちゃめちゃ攻撃されたんですけど <laughs> す、ね、毎回言ってるのはじゃ,あじゃあどうするのと言ってたんですけど結局こんな状況になっちゃったんですよね,すねだから目先の電気が足りないのもそうなんですけど、はい、原発のエネルギーを持っとかないと、うん、国力が低下すると攻め込まれるんですよね。はい 戦争に巻き込まれるっていうか攻め込まれた時の被害とたまにしか起こらない原発での被害を考えたらそれはどっちのリスクを取るかっていったら戦争させないリスクこっちのを取らないと事故に関しては当然最大限の安全性を確保するしかないでしょうけども便利を追求して絶対安全なものなんて何一つないのでそこは。 あの責任ある政党としてはあの無責任なことを言わずに、うん、原発は直ちに再稼働新規に開発研究をして、うん、日本の技術っていうのを使ってこの原発の技術を世界中に広めていくと、はい、いうことが大事だと思っています今、ね、その円安じゃないですか、はい、でかつ日本人の人件費が下がっちゃったから、はい、ある意味さっきの、ね、ロケット開発にしても、はい、外国から日,本日系の企業が戻ってくる絶好のチャンスじゃないですか。まず ちゃんとした全電力でやる日本でいろいろな工場を回せるようにした上で、はいうん、僕は円安っていうのはすごいいいと思ってるわけですよ。もちろんそう日本っていうのは加工貿易国ですから、うん、やっぱり円安っていうのを逆にチャンスにして内需、うん、ここで日本で外国から部品を、はい、資源を取り寄せて輸入して加工して高く売るっていうねで苦しんでるその人たちにはしっかりと給付する、はい、直接給付する。 セーフティーネットだけ固めればいいいでですす、うん、中間層を分厚くする時代ではないです、うん、そこはだから終身雇用年功序列こんなのはもう直ちに廃止で最低のいわゆるセーフティーネット年金生活の方や生活保護の方が足りない分はほあのか100かじゃなくて80しか稼げない時代残りの20%生活保護であの入れていくまあベーシックインカムでもいいんですけど。いはい その最低限の生活してる人がそんなにあの貧しくないというかミス、はい、ぼらしくないもっとあ俺は生活保護受けてるのよって言えるような社会ある意味あれでしょうベーシックインカムで所得補填されてる部分でも,もう中間層って言えるぐらいの生活できるそうですその通りですね、はい、だから中途半端な今年収500万600万の人はもういらなくて300万円ぐらいで最低ラインの人をもうしっかりとカバーすると。 でそこから、もちろん働きたい人は働きゃいいんです、300万円の中でもっともっと儲けたい人はどんどんどん,どん儲けに行けばいいで外国に流出しないように儲け出けた人の税金の制度というのももっともっと見直さなければ今、どんどん外国にその高額所得者が出ちゃうからそこら辺の対策もしていかないといいけない今、300万どころか年収200万円未満が激増しておりますからね、ねこ,れこれで電気代が上がって、食料代が上がるでしょうそこはね。はい 僕やっぱり電話うちコールセンター持って電話毎日受けてるんで、うんはい、本当にね苦しい方からの電話めっちゃ来るんですよ、ね。まあ、NHK 問題でもそうですよね。まあまあ、NHK の払ないもちろん年金生活生活保護生活保護の人がね車持ててなないいっすすごい大変なんでやっぱり生活保護を受けてる人って高齢とか、まあ、いわゆるご病気かけがなんで、はい、病院に行くのも車乗らないといけない、うん、バスなんかに乗ってられないとか、はい。 安い水とか飲み物買うのでも、うん、それ車ないと運べないとのケースワーカーがねし役場の人は車を持ってるだけで打ち切るぞって脅してくるそうですはい,いやそれはちょっと僕はもう全然違うと、うん、だからもっともっとその末端の人たちっていうか、まあ、生活が苦しい人たちの声をねもうね昨日すごい嬉しかったの <laughs> すごい電話だなと思ったのはこれまで共産党支持でしたと。はい、でも我々から お金を持っていくと、うん、赤旗新聞買えやいやいやちょっと待ってくれとお金ないとだからそういう状況で我々はもう本当に弱者救済にお金を使ってますだから1円ももまずららえないですよ有権者からうちは、はいうん、だから市民に電話聞くもしケースワーカーからむちゃくちゃまで言われたらその場で電話してくださいとあなたの生活保護はちゃんと守りますとそういう形でですね本当に弱者救済をしながらこの国の発展いわゆる 稼ぐ人が稼いできてくれないとこの人たちが納税してくれないといわゆるセーフティーネットの人を救えないわけでこっちとこっちを守ろうと。で真ん中はもう正直これまでの労働組合の人間はどううででももいいいいと思っててますす、うん、ここは明確に切り捨てた方がいいです何もせずになんか大学卒業して一流企業、まあ、企業に入って労働組合に入って。 ろくに仕事もせずに年功序列終身雇用で来る人たちを守りたくはない。そうすると、上の方々とこう下の方々の間で、こう会計みたいになってしまって。はい、それ、国民のこう分断が始まりません。まあ始まりますけどね。始まり始まりますよ、ね。始まりますけども、はい、それは決して悪いことではないと思ってます、ね。うん、だって、中国、まあ中国は今できるでしょうけど。いつでも、自分が頑張れば、こっちに行けるわけですから。まあそういうチャンスがあればね。 もう生まれた時に分けてるんじゃなくてでもじゃあこっちの人がこっちをさ妬むかっていうといや俺たち結構楽しくやってるぜてうまあそういうレベルのスイジングの生活ができればうんうんってことでしょ今だからその幸せの価値観ってお金じゃなくて高級バッグが欲しいとか高級車に乗りたいじゃなくてまあ楽しく例えばゲームが好きな時にできたりとかちょっと余裕がある時間があった方がいいっていう人結構多いわけですよ。 お金を使わずに楽しく時間を過ごせるから。だから、それはなんかでお金持ってる人に話を聞いてもお金稼ぎたいから仕事してるって人あんまいないんですよ。自分がやりたいからやってるとで儲けた。お金ってなんかゲームの点数みたいで。うん なんか評価されたいけどもじゃあお金をめちゃくちゃ稼ぎたいかってそうではないっていう人僕は多いと思います。今下の方々ってその、まあ、ゲームで遊ぶとかいうレベルじゃなくて結婚できないじゃないですか。あそうですよね、だから、はい、そこをちゃんと補填をするっていうことはうん、うん、一番政治にとって大事です <その S 1> まずセールティーネットでじゃあここを守るためには税収も確保しなきゃいけない、はい、ということはしっかりとやっぱ競争資本主義国家、うん、競争の,あの原理は絶対に。 と取っ払っ払ちゃダメなんですよねでもセーフティーネットの人たちここが楽しく生きれる人しとかないとチャレンジしようとしないわけですあるいはその例えば地震とか起きた時に絶対略奪できますよ下の方々が。<laughs> いやそれはだからどうなんだろう <laughs> そこはだからちゃんとあの。だからセーフティーネットがなかったの今の状況だとね。と、うん、から今落ちてってるじゃないですかどんどんどん,どん、ね、多分このままだとなん,かなんか変な無差別犯罪みたいなのを起こすーーが増えてくるんじゃないかもし、うん、れないです。 政治が一番起こしちゃいけないのは、うん、っていうか、まあ、S. O. S. になるのは、戦死者か餓死者が出るのがダメなんですよね。うん、だから、本当に、まだこの国、今どころ餓死者が出てないと思います。まあ、ひょっとしたら、何人かいるかもしれないですけど。もう、私、食べ、いわゆる餓死しそうですってした、直ちに救いに行くので。まだそこまでは行ってないにしても、うん、でも、そこはもう相当、今の段階からケアしておかないと。あの、そういった。 ことにななりかねないのであのさっきあの生活保護のケースワーカーのことをおっしゃいましたけど、はい、めちゃめちゃ残酷じゃないですかこれにあの日本の各地地方自治体の方って例えば大阪の方かだと、はい、カットしたらそのなんいう評価されるっていうような状況になっちゃってるからこれおかしいでしょ絶対そうですだからもう一度ケースワーカーの仕事で、うん、生活保護を受け取る方々も、はい、僕はやっぱりできるだけやっぱすご経費かけないようにするそういう意味ではもう希望者は施設に入っていただくで給食にする。うん その方が健康バランスもいいし、施設に入った方が二十四時間の医療体制も持てるので。もっともっとなんていうのかな、生活保護の人たちが。安心に楽しく、安く、その生きていける環境を作っていくことが。あの、非常に大事だと思う。基本的に日本の生活保護者、受給者ってほとんど高齢者の方じゃないですか、ね。もちろん、はい。高齢者の,の方ですよね。はい、まあ、そういう高齢者へのケアは。 っていうのは、まあ、全般的にこう考えなくちゃいけない。もう変に、だから、人権とか自由とか言うから、それぞれがバラバラにいるんですけど、どうしても一人でいたい人はそれはいいと思います。はい、でも、もっと選択肢ですよね。うん、お金をあげるんじゃなくて、衣食住、医療という現物を差し上げるから、施設に入りませんかと。じゃあ、同じあの人たちが、条件の人たちがいると、そんなに僕、喧嘩を起こさないと思うんですよ。まあ、変にお前の方が金持っているとかなるから、喧嘩になると思うんで。 そういう人たちがお金をかけずに囲碁、将棋、麻雀、パチンコとかねお金かからない遊びをねしていればなんかいざとなったらその施設に入ればい簡単なセーフティーネットですね,のねそ,それがあれば、うん、若者たちは結構ビジネス事業を起こせるんですよ、うん、だってあそこに行ってもいいやんと思えれば思い切ってサラリーマンじゃなくてビジネスマンができるんです今一回失敗したら終わりですからね結局これま これまでは会社と会社の契約が、うん、もう今はほとんど個人と個人の請負い契約がどんどん広がってきている仕事がどん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 変化するから、うん、その大きな長期の契約ができなくなってきている,ねなるほどね個人事業主がもっともっと増えていくる日本にしていかないというそういう意味ではね個人事業主が来年インボイスという形で狙い撃ちをされるじゃないですかあ, <ー S 2> <laughs> あれやばいっすよマジでと、まあ、止めなくてゃいけないです 相当研究しないといけないと思います。うん、あの確かに転嫁できないっちゃ転嫁できないそう。で,です。そのスパチャが一番わかりやすいですよね。はい、スパチャ千円。これは投げる人はもう千円って投げてきたら税率が上がると、いわゆる一千万超えてると九百円になる。今の時点でそうですね。でもそれ一千万以下も概数になっちゃうじゃないですか。うん、そうです。だから一千万以下の人は千円は千円ですけど、一千、ね、万超えると実質九百円になるから。 そこは、ね、確かに1000万円の、まあ、僕はインボイスは、ね、正直賛成か反対かというと,ちょっともう微妙です、まあ、どうしてもというわけじゃないんですけど、うんはい、だからもっともっとなんていうのかな個人事業主が増えてくればこの問題は解決されると思うんです個人事業主の数というよりもちろんもちろん所得で全体としてはやっぱり消費税やっぱ払った方がいいと思いますから、うんうん、もっともっとそういう払うと。 いいわゆるお支払い支払払側もね、はい、10%持っていかれるんだったら10%上乗せしなきゃいけないっていうマインドを持っていかないとあのあれ逆にあの仕入れ控除を受けないと結構損っていうのもあるんで,そ,うです、ね、そっちはねちょっとインボイス制度についてはいろんな角度から見ていかなきゃいけないとは思ってます。ね、はいということでいろいろお話を伺ってまいりましたけれどもああのまあ、選挙戦のさなかということであの 有権者の方から言ってるから、有権者の方々に訴えてほしいメッセージをぜひお願いいたします。も、ねまあ、う、くそ正直にやってます。我々はだから本当に。まずお金に関してはめちゃくちゃクリーンです。あの、な、もう使い方もクリーンなんですけど。とにかく有権者や、まる、有権者個人や。企業団体からお金を受け取りません。そんなことをしたら。 生活に困ってる皆さんの、うん、まさにででできももしななない公約でお金をもらうんんて詐欺なんで共産党の赤旗ですね共産党の赤旗もそうだし、うん、これは申し訳ないけど令和さんだって、うん、できもしない公約で街角でカンパを集めるなんていうのは政治に対してのやっぱり不信感を招くだけなので政党、うん、助成金があるわけですから1票250円もらえるわけでその与えられたお金の範囲で政治を行うっていうのが僕は自然にな ななならなきゃいけないけと思ってます、うん、だから、ね、あの日本維新の解散だってあの企業団体献金は受け取りませんって言いながらパーティー券は企業にバンバン売ってるんですよ、うん、200万とか売ってるんですよ。とい <laughs> うん、だって一枚あの2 0 0二万円は100万円とか売ってるんでるだからちょっとそういうねお金に対してずるい政党ではなく皆さんからお金をもらわないで使うものもポスターなんか全然貼れてないです、はい、あんなもの貼ったってお金がかかるから。 だから、三田さんのこのこチャンネルでやればただだし皆さんを見たい人が好きなだけ見れる、うん、だから、まずお金にクリーンであることでもちろん我々は言った以上は NHK の被害者を守りしますから、はい、もし NHK から裁判を起こされた場合は裁判の資料を送っていただければ裁判費用と NHK の払う受信料は全て NHK 党がお支払いします。 だから、それをバックにね、安全に受信料の不払いができますから。N. H. K. を、お、にお金を払わないことによって、N. H. K. をぶっ壊す。大衆の力で、ぶっ壊すということです。うん、で、あとは最後はやっぱ国防です。うんはい、もう中国が、日本を攻めてきているっていうのは、僕も最近いろいろな中国マネーの接近で。実感しています。うん、僕は決して極右とか。保守とかいう人間ではなかったですから、あえて過去形になりますが。 でも最近の中国のテレビ局への CM での買収っていうかな介入とかですねとにかくテレビは真実を伝えないことを見ているとですねバックに中国共産党がいることは間違いないというところで NHK 党はなかなか自民党が言えない自民党が言うといろいろと問題が起こります言えないところをですねしっかりと発信をしてですね 日本を守っていくこの日本の平和安全国民の生命財産を守っていくためにですねまだまだ弱いですけどもね三田さんの協力もいろいろとアドバイスをこれからもどんどん受けていきながら小さい政党ですけども本当に日本を守るための政治活動をしていきたいと考えておりますのでもしよろしければ NHK 党の候補者に皆さんの貴重な一票を託していただければ投資の私がそれを責任持って実行してまいります。 はいありがとうございました、はい、というわけで NHK 党の立花党首のお話を伺いました期待しておりますありがとうございますどうもどうもありがとうございましたなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでしたそのような内容を解説した書籍が 日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。